スタロガルド・グダニスキは、ポーランド北西部の東ポメラニア地方に属す町。人口は2004年の時点で48,328人。グダニスク湾沿岸のトルイミアストから 50km ほど、内陸のところにある。1975年から1998年まで、グダニスク県にあったが、区画再編で、ボモージュ県スタロガルド軍に入った。ナンバープレートの番号は、 GST。コツェビア人が住む、コツェビエ地方では、トチェフに次ぐ、第二の町である。スタロガルドはポーランド語で、ことを意味し、グダニスキは、同盟の地名と区別するために10世紀になって、付け加えられたもので、グダンスクノの意味である。ドイツ語名のプロイシシュシュタルガルトには、プロシアのスタロガルトという意味がある。出土品から4000年から5000年前の、 新石器時代の村の跡が確認されている。1198年に、ボメラニアコージミスワウニセイが、西洋羽根騎士団に、スタラグラドという入植地を授けた。ストルグドの表記は1269年になって見える。1348年に、ハインリヒドゼメール団長から、ヘウムのポーを得た。ベルサイユ条約によって1920年に、 ポーランドに併合されると、住民はポーランド国籍を取得するか、国外退去を迫られた。とりわけ、ドイツ人が大量に転出し、1910年に17,165年を数えた地区の人口は1926年には2,909人にまで減少した。北東にあるシュペンガフスキの森では、1939年9月から、 ドイツが7000人ものポーランド人を虐殺した。そのうち1680人が精神病院の患者で500人の障害人が殺された。1940年から1944年までの間に2842人の患者が命を絶った。史上のパノラマ SKS スタロガルド・グダニスキという男子バスケットボールチームが本拠地としており二千四、二千五シーズンには ポーランドバスケットボールリーグでプレーした中央広場、ありがとうございます。